一緒に戦ってくれてありがとうな。気にするな。あ、レベッカ、ちょうどいい。お前に用があったんだ。え、その声、あなた、もしかしてルーシー？ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。ええ、でも、どこに？あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの？お前、エースのことも知ってるのか？ええ、あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか、あいつは強かっただろう。すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。それにしても3人ともあんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでもそんなことはどうでもいい。あいつは弟で、俺たちは兄。ルフィもエースも俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら世界のどこにいても駆けつける。そう。レベッカ様、よかった、ご無事だったのですね。なんだ、レベッカの知り合いか？うん、初めて見る人よ。ええ、おそらくレベッカ様は私をご存じないかと。私はレベッカ様のおじい様に仕えていた元兵士。陰ながらレベッカ様をお守りしようと剣闘士になったのですが、一度もお会いすることなくおもちゃにされてしまっておりました。そう、大変だったんだね。やっとこの姿に戻れましたので、レベッカ様をお守りすべくコロシアム周辺を探しておりました。しかし情けない、こんな事態になるまで私は何もできなかったのです。違うよ、あなたが悪いわけじゃない。そうだぜ、悪いのは全部ドフラミンゴじゃねえか。はい、まさに。かつて陸王様を騙し、ドレスローザを簒奪しておきながら、さらにこのような暴挙に出ようとは。あの平和だった国が今は見る影もなく、私は国を愛する者として悔しくてなりません。ええ、その気持ちは私も同じ。私だって大好きな人と平和に暮らしたかっただけなのに。大丈夫よ、二人とも。え？だってドフラミンゴはルフィがこれから倒すもの。そうでしょ？ああ、あいつは俺が必ずぶっ飛ばしてやる。だからレベッカ、心配すんな。ルフィの言う通りだ。まあ、その前にレベッカ、リフトを動かしてもらいたいんだ。ああ、そうだった。そんじゃレベッカ、そろそろ行くか。レベッカ、ここにはお母様のお墓があるの。お母様はとても優しい人だったわ。私たちはこのひまわり畑で育てた花を売って生活していたの。決して裕福とは言えなかったけど、とても幸せだった。だけどあの日、私はドン・キホーテファミリーにお母様を奪われた。ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカは、おもちゃ片足の兵隊に育てられた。
しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕されコロシアムに囚われてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだった。レベッカ、ごめんなさい、だけど操られてて体が自由にならないの。ロビンちゃん、あの女に気をつけろ。ルビーシュガーだ、触られたらおもちゃに変えられちまう。二つ同時か、だが今はやるしかねえようだな。ルーシャンブルズ、マシ麦わら、くしょう、これだけは二度もやりたくなかったが。あなた、長花ババスカだ。ドフラミンゴ。今度こそ息の根を止めてやるよ。お前はまさか。生きてるはずがねえ。俺はこの手でお前を殺した。コラさん、バカな、コラさんだと。これはお前が。ごめんなさい、わざとではないの。こんなこと初めてで、私でも抑えられなくて、あなたの思いが私の力に共鳴して自然と。誰の能力だ、いまいましい。くたばった後も俺の邪魔をしに来やがるとはな。物分かりの悪い弟を持つと苦労するぜ。いいだろう、一度も二度も変わらねえ。また俺が殺してやる。